ははいこんにちは今回なんですけれどもピクミンブルームでね11月の1日からね新しいアップデートが来るということでこちらね紹介していきたいなと思いますで今回の動画はですねあの事前に運営さんに相当その質問などさせていただいた上で作成をしているんでもしかしたらあのお知らせ公式のお知らせに書かれていないような内容も紹介する可能性があるんですけどもそれはあの事前に運営さんに確認をした上での 情報なので、はい、もしかしたらここでしか、あのー、知ることができない情報なども載ってるとうか紹介する可能性もありますそこはご注意くださいでまずねビッグフラワーに関するアップデートを紹介していきますこちら11月の1日からスタートするということでなんとねビッグフラワーから直接ポストカードをゲットできるようになりますこ、まあ、これどういうういととかっていうと今までね ビッグフラワーをね、まあ、咲かせることによって、まあ、フルーツゲットできたと思うんですけれどもそのフルーツからね実はポストカードってね絶対にゲットできないという、まあ、そういった仕様だったんですよ。ただね今後はビッグフラワーからね直接ポストカードをゲットすることができるようになります。で今までねビッグフラワーの絵柄のポストカードをゲットしたかったらビッグフラワーのそばで探知機をねたくさん売って でまあ、偶然出るか出ないかというね、まあ、ガチャをねする必要があったんですけれども、まあ、それをしなくて済むようになるということで非常に嬉しいですよねこちらさらにねビッグフラワーからポストカードをゲットすることによってポストカードにね花のステッカーがつくということでこちら特別なポストカードになるとのことですでねこのポストカードにねピクミンも一緒に送ることができるんですけども送ったピクミンの仲良しのもあげられるというわけですね でこのピクミンをねその送りたいピクミン自分で選べるんですよどのピクミンを送るかというのをね自分で選ぶことができますこれもね非常に嬉しいですよねそしたらねやり方をね紹介していくんですけれども11月の1日からビッグフラワーのねつぼみとかあの開花したものをタップするとこんな風にね花びらを使用して開花させるという新しいボタンが追加されていますこ、はい、これを押すことで なんとねポストカードをゲットすることができるようになるということででここをねまずタップタップした後にビッグフラワーをね咲かせたい花の花びらこちらを選択していきますこの時に季節の花を選択すると、まあ、そのままね季節の花が咲いてくれるとのことですで最後にポストカードに移したいピクミンを選んでおしまいやり方としてはこんな感じです非常にシンプルですよねこちら 花びらを使用して「開花させるを押してビッグフラワー咲かせたい花の花びらを選んでポストカードに移したいピクミンを選ぶだけですでただねちょっと細かい注意点もいろいろあるのでそちらも紹介していきますでこちらのアップデート何がいいかっていうとねビッグフラワーをね一瞬で咲かせることができるという点ですこれね非常にありがたいんですよねな,なんでかっていうとね例えば300植えないと咲かないような花を自力で咲かせようとしたらね あのね、5分とか待たたされたりすするんですよ5分とか10分とか、まあ、それもどうしようもない仕様で、まあ、どうしてもねビッグフラワー咲かせる時って1人でやるよりも2人で,か3人でやる方が全然お得なんですけれどもこのアップデートによってねあの花びらをね150枚、まあ、さっきねあの咲かせたい花の花びらを選択という項目があったんですけどこの時に使用する花びらがまあ150枚。 この150枚をね使うだけでなんとね一瞬で咲かせることができます今まで10分かかっていた作業が1分とかで終わるんですよこれ革命的ですよねすごいよねこれ結構とんでもないアップデートですただしね一個注意点があってねあの150の花びら注入でまあ一瞬で咲かせること自体はできるんだけれどもおそらくね花びら自体はマイナスになっていくんですよね なんでかっていうと300本のね花植えをするのにね150枚も花びららを使わないからですどんぐらい使うんだろうでもせいぜい50とか60とかなんじゃないかなまあ一瞬で咲かせるには150枚一気に使うということでだから、あのー、養殖は多分できないですね養殖をしてまあだんだんどんどんプラスになっていくみたいなことは、まあ、ないんでそこだけ注意してくださいはい。 さらにねすでに開花している花からも実はポストカードを取ることができましてすでにね花びらが開花していた場合だったら花びらをね80枚注入すればポストカードがどうやらもらえるようですただしねビッグフラワーからポストカードをね取るために、まあ、先ほどね花びらを消費すると言ったんですけれどもこれつぼみがどんな状態だったとしてもね必ず150枚消費してしまうとのことですあの開花がまだのつぼみですね さっきの紹介したのは開花してる花だったら、まあ、80枚の注入でゲットできると言ったんですけれども開花がまだのつぼみに関しては必ず花びらを150枚使うととのことです仮にまあこんな感じだと51枚51本で、ね、花嫁すれば咲くような、ね、ビッグフラウーがあったとしても花びらを、ね、150枚消費しないとポストカードはゲットできません。これはねね結構大きいんだよ、ね、で もうねこういう51枚とかだったらあのね実際にね自分で花植えをねした方が早いです早いというかお得です花植え51本するんだったらねだたい10枚とかしか減らないんじゃない花びら10枚ぐらい花びら使って、まあ、自分で自力で歩けば咲かせることできるんですよねで自力で咲かせた後にさっき紹介した すでに開花している花から80注入してポストカードゲットってやる方がおそらくお得なんですよねこれあとちょっとで咲きそうな花だったら150枚注入はねやめた方がいいと思いますまあこれまだね実際にそのね始まってないというかアップデートが来てないしまだ検証もできてないんですけれども運営さんにいろいろ質問させていただいた感じではうんこの51本とかになっているつぼみとかだったらね 150枚消費するのはねもったいないなですで開花させる方法がねこちらの変わってしまうのって思う方もねいらっしゃるかなと思うんですけれどもこれね実は変わるんじゃなくてね増えるんですよはい開花方法は今までと同じように鼻上をねオンにした上で歩くもしくは花びらを150枚注入するかのどちらかになりますでねこちらどちらもねメリットがあって上の方は 花びらの消費量がそもそも少なくて済みます。で、2番の花びらを150枚注入に関してはこちらもちゃんとメリットがありまして、あの一瞬で咲かせることができるから時短になるんですよ。普通300植えなくちゃいけないような花だとしても150枚花びら使わないよって話をしたんですけれども、これね個人的なおすすめとしてましてはあの普通の花をね使うことをね強くおすすめしたいんですよ。あのいわゆるその花のね季節の花ではないもの。 花の種類が書いてないもの、まあ、赤い花とか黄色い花とかいろいろあるじゃないですか青い花とか白い花とか、まあ、そういったものをね使うことね強くお勧めしたいですあと最後にそもそも論を話させていただくと今回紹介した花びら150枚注入とか80枚注入っていうのはあ,のあくまでポストカードをゲットする手段の一つと思ってください逆に言うとポストカード一切いらなくてただ単にエキスを増やしたい方季節のエキスとかを増やしたい方だったら今 今回の、ね、手法は、ね、あまり使わな,いんじゃな,いかなうん使ったとしても普通の花もね普通の花をね150枚投入してまあ季節の花ワンチャン咲けばいいなみたいなまあそういった使い方で使う可能性はあるかもしれないんですけれども基本的には今回紹介したものはポストカード欲しい方向けのアップデートになりますそこもご注意くださいはいポストカードの紹介は以上になりまして最後にね 11月の1日からコインの価格を見直すということでこちらアップストアもグーグルプレイストアでもどちらでも見直しがあるんですねなんとコインの価格がえー、っとねコインが5000枚以上手に入るもののみえー、っとねちょっと実質的な値上げがされるということで、まあ、コインをねがっつり買う人にとってはこちらの影響大きいんじゃないかなと思いますねこれだいぶ値上げしましたね値上げというかまあ実質的な値上げを されちゃいましたね。ただね、1個紹介しておきたいのが、ウェブストアのね、コインの価格自体は据え置きになるとのことです。あのー、こちら映しているように、ウェブストアだと6400円で5400コイン手に入ります。こうやってみると、まあ変更後のコインがまあ、6400円だと5000コインになってしまうんですけれども、あこれピクミンブルームのアプリから課金した場合です。 アプリから課金した場合だったら6,400円払って手に入るコイン数は5,000なんですけれども Web ストアから購入するんだったら6,400円分買ったとしても5,400コイン手に入りますうにね400コインもの差があるんでねこちら結構大きいんですよねさらにね Web ストア自体がねなんと全ユーザー利用可能になりますパスワードレスログイン機能というね機能がどうやら新しくついたようでして これによってね、任天堂アカウントをお持ちの方でも Web ストアからね、アイテムを購入できるようになります。これは非常にありがたくて、今回のね、価格改定が行われたことによってね、Web ストアが今までよりも相対的にお得になっております。Web ストアの価格はね、変わらないので、まあ、今後はね、なるべく課金するときは Web ストアをね、使うのがいいんじゃないかなと思います。Web ストアに簡単に飛ぶんだったら、ピクミンブルームのアプリをね、 開くくくんんじゃなくてピクミンブブルームのウェブサイトに飛んでくださいだここからウェブストアにアクセスしてみてくださいということで今回ねビッグフラムに関するお知らせとこちらのウェブストアに関するお知らせさせていただきました参考になりましたら幸いですということで今回この辺で以上とさせていただこうかなと思いますそれじゃあ,ありがとうございました